今回は SQS 班ただ一人の参戦というところで気持ちの上でではどうですかまあ責任ある立場だと思うので、まあ、気持ち入れては走ってます決勝戦、どう戦いましょういろんなパターンを考えて難しかったんですけど一応コメント的にはあの流れに乗って決めずにというふうにしたいと思いますファンの皆さんはこのメンバー構成で何かやってくれるんじゃないかと期待してますひらめきで優勝できる位置を狙うことになると思うんですけど、まあ、体が反応すればいいかなと思います。 充実度というのは練習のあのー、スピードが競争で生かされてなかったんですけど、だんだんそれが出るようになってきてるので、はい。初めてのコーチバンク特徴もあると思うんですがどうですか？まあも指定練習の感じからすごい走りやすいと思います。決勝戦関東勢強力ですね。どう戦いましょう。まもしっかり四車ついてるのでしっかり主導権取っていきたいと思います。別戦の機動型どう映ってますか？いやもう強力なんですけど、はい、やるだけです。 自転車のフレームを新調したと伺ったんですがそうですねいい感じに進むようになりました決勝戦メンバーの印象を教えてくださいしっかり勝てるように頑張ります地元の山中選手も追走してというところあります意識ありますかそうですね僕ができれれば多分後ろもついてきてくれるんで二人にチャンスがあるように立ち回れたらいいなと思いますコーチの500番区どう見てますかちょっと外回りづらいかなっていう感じがしますね 準決勝戦はしっかりそこ底物にしましたね。マスギー君ちょっと見てくれたので、はい近くまで行けたのでよかったですね。どんな戦いが理想でしょう。僕の力がそのなんていうんですかね、出せる展開に <laughs> なってくれればという感じですね。自力マーク戦の使い分けっていうのはどうですか。まだね地力出るうちは出して、まあ回るときは回るって感じで頑張っていきたいです。はいどう戦いましょう。前二人強いんで三番手固めます。 どのライン警戒しますか?。みんな強いんでね。まあ、とにかくまずは離れないことだけ考えて頑張りたいです。ここ直線のコース取りっていうのは、この500番区どう見てますか?。コーナー続いているような感じなので。まあ、自分の届くところから行きたいです。はい、決勝戦はどんなレース?。いや、もう石原君が。勝てるように言ってくれたら、あの。チャンスがあると思うんで。あの。好きに走ってもらおうと思ってます。 地元記念は場内の声援というのはどうですか。あの声が聞こえると、あの頑張ろうっていう気にはなります。地元記念というと、また二年前のあのシーン、見せてほしいですね。そうですね。あの。チャンスはあると思うんで。あの頑張りたいですね。決勝戦、どう戦いますか。まあ関東四社で、まあ同県の升木の後ろ、まあ回ります。過去連携実績どうでしょう。まあワンツーもありますし、まあ負けた回数もあるんですけど、僕の中では相性はいいと思います。 杉選手の今シリーズの動き、どう映ってますか。もう最近すごく強くなってきて、はい、すごい楽しみです。どの選手の動き、警戒したいですか。もうとりあえず、前の車輪だけ見て、そこから考えたいです。残り一走精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。七車立て、そして、グレードレースでは九車立てですけれども、その、使い分けっていうところ、いかがでしょう。いや、基本的に、まあ、追い込み屋なんで、九車の方がやっぱり最後、伸びてこれるんで。 いいかなと思います。はい。どの位置から戦っていきますか。一番前が増木君で、それ率いるあの関東勢の四番手で。増木選手にはどんなレース運びを期待しましょう。いや、もう強いんで、本当に強いんで、もう好きなレースをしてもらって。まあ、僕もそこから最後四コーナーはめればいいかなと思います。 決勝戦どう戦いますか?。えっと、斉藤誠一郎さんに、はい、任していきます。係っていうのは、後ろついてらして。そうですね、後輪がちょっとドリフトするぐらい、すごかったですね。どんなレース期待しましょう。うん、まあ、若い、あの、機動力型が二人いるんで。まあ、また、やってくれ、やり合ってくれたら、一撃狙えるんじゃないかと思います。決勝戦しっかり抜けるように頑張ります。